ということで、はい、ということで、久々の福原です。正確にはその近くの港川公園ですけどね。つまり明後日公開の動画はニットマンがソープ行くんですね。まあそうなんだけど、もうちょっとこうぐーっと溜めてバーンと発表だね。いや、昨日 B 面で言ってたっすよね。でもほら、こっちのチャンネルを見てる人たちがみんな B 面の動画を見てるわけじゃないからね。確かに再生数から考えるとそうかもしれないっすけど。ということで満を持してニットマンソープ体験を公開です。まあもう俺たちはニットマンのソープ体験動画しか頼れるものがないっすからね。いやそんなことは。でも先週末公開した三宮のやつはまだ1万再生いってないっすよね。これからの伸びに期待を。そんな悠長なこと言ってていいんすか。上からチャンネル登録者数はいつになったら1万になるんだとプレッシャーをかけられすぎて、最近マネージャーのマネさんの顔色が土系色を通り越して緑色になってるっすよ。あれ、さっき見た時は真っ赤だったけど。それは先に逃げて酔っ払ってるだけっす。まずいね。まずいっすよ。このままだとマネさんの酒代で経費がかさんじゃうね。そこかよ。じゃあニットマンのソープ動画を週5回更新で。無茶っすよそれ、あのおっさんも仕事あるんすから。大丈夫だよ、こないだの取材で仕事中に4時間ほど来てもらったけど、同僚の誰も気づかなかったってぐらい会社の中で影が薄いから。いやそれはそれで大丈夫じゃないっしょ。おっさん仕事クビになったらどうするんすか。その時はニットマンで頑張ってもらえるじゃないか。うわひどい。チャンネル登録者を増やすためなら鬼でも悪魔にでもなろうじゃないか。さすがの俺でもちょっと引くっす。ちょ、ここでいい感じに突っ込んでくれないと視聴者さんマジで引かれちゃう。いや、鬼畜系パイセンってことで炎上狙いでいろいろやってもいいかなと。ちょ、それはマジで勘弁。